Apple iPad iPad Pro 11インチ iPad Pro 11インチ iPad Pro は Apple が開発、販売したタブレット型コンピュータである。iPad シリーズにおける最上位モデルである。従来までの 10.5 インチモデルの後継モデル。2018年10月30日スペシャルイベントで発表され、11月7日に販売開始。解像度は 2388×1668 ピクセル。ソークは新しい Apple A12X バイオニックを搭載することで高いグラフィック能力を実現した。この A12X は第2世代 iPad Pro や Apple TV 4K などに搭載されている A10X よりもシングルコア性能が 35%、マルチコア性能が 90% 高速化し、市場にある 92% のモバイルノートより高速とされている。従来までのデザインとタッチ ID 及びホームボタンを廃止し、ベゼルレスデザインを採用し、より高い画面占有率を実現した。生体認証には赤外線センサを使用したフェイス ID を採用しているが、iPhone と異なり、画面を横向きにした状態でも利用可能になっている。画面には四隅が丸いリキッドレティナディスプレイを搭載している。従来までの iOS 端末と異なり、外部接続端子としてライトニングではなく USB Type-C を初めて搭載した。また刷新された専用の Apple Pencil は磁石により端末に固定でき、同時にペアリングとワイヤレス充電も可能となった。ストレージ容量は 64GB、256GB、512GB に加えて新しく 1TB モデルも追加された。カラーバリエーションはシルバーとスペースグレーの2色展開となった。なお、当モデルから 3.5mm イヤホンジャックがなくなったため、音楽再生等には AirPods など Bluetooth 接続イヤホン、ヘッドホンか USB Type-C 対応ハブが必要となる。iPad Pro の画面スペックを活かすため、専用のオプションが2つ用意されている。ありがとうございます。